あなた明日から裁判所に通って裁判傍聴しなさい。やっぱ間違いだな。メニューみたいなのってあります？立ち見できないんです。シネコムか。最近よくお会いしますね。こちらのお二人はね、私と同じ傍聴マニア。マリリちゃん、今日ご出勤だったんだ。長谷部マリケンジですよ。ヤクザ映画みたいな。すいませんでした。外聞いてるの？大根って楽しいですか？他人の人生高みの見物してヘラヘラ笑って指を入れたんですよ。ドピュー大丈夫です。ポーチプレーです。えポーチメンです。貸して無罪である。被告人を死刑に処すことを求めます。えー